クラウトハイムはドイツビュルテンベルク州、ホーエンド道エ軍に属する軍所属し、ヤクスト川沿いに位置する。クラウトハイムはヤクスト川の一番北の到達点に面し、標高210メートルから420メートルに位置する。ヤクスト川はこの辺りでは深さ130メートルから150メートルの渓谷をホーエンド道エ平野の石灰地層に刻んでいる。クラウトハイムは 遠方からも見える、高さ17メートル、厚さ2.7メートルの防壁を持ち堂々たる、外観を示す城の眺めに特徴づけられる。高さ約30メートルの巨大なベルクフリートは、ヤクスト渓谷やその周辺地域の広い範囲から見ることができる。現在のクラウトハイム市は1972年から1973年の行政改革によって生まれた。 それまで独立したバーデンの自治体であったクラウトハイム、ゴンマースドルフ、ホレンベッハ、クレプザウ、ノインシテッテン、オーベルンドルフ及びビュルテンベルクの自治体アルトクラウトハイム、オーバーギンスバッハ、ウンターギンスバッハが合併し、新しいクラウトハイム市が成立した。各地区は70人から700人の人口を要している。クラウトハイム地区自身は人口 約2000人の首優である。クラウトハイムの市議会は22議席からなる。クラウトハイムは1988年まで、ヤクストタール鉄道により、広域高速鉄道網に接続していた。現在、最寄りの鉄道駅は、メックミュール、シュベービッシュハルヘッセンタール、バートメルゲントハイム、オスターブル県である。最も近いアウトバーンのインターチェンジは、 A81 号のスターブル県である。また、最も近くを走る連邦道は、隣のデルツバフ派を走る B19 号線である。キュンツェルスワウに本社を置くビュルトグループは、クラウトハイムにも大きな経済上の影響を及ぼしている。クラウトハイム自身にある企業では、ウォーレル、ドメティックサイツ及びバンドスワーバンズセルブスサルフ、コーパービハインダーター EV の施設が、 最も大きな雇用種である。クラウトハイム城どちらの博物館も5月から9月の週末及び祭日に開館している。開館期日外の観覧希望者は市当局に申し込む。クラウトハイム地区にはサッカー、テニス、バレーボールのチームがある。ゴンマースドルフ地区にはサッカークラブ VFR ゴンマースドルフがある。ありがとうございます。